によって地球はセルの魔の手から救われ、人々は平和な暮らしを取り戻すことができた。しかし、その平和にもすっかり慣れてしまうと、愚かなものが増え始めてくる。人間とはそういうものだ。何の用だ。手合わせをいませんか。死なせてしまったのはお父さんの。ふざけ、くそったれ。貴様が来たら確かめてやる。その程度でビタねえぞ。変更。ぶっ飛ばしたとき見た。Yeah!
ジータさん。なんでもない。もうやめだ。セルを倒した時の力はこんなも。貴様見腐ったれ、うん、お父さんのもっともうしばらく。こんにちはありがとうございます。火が体中に満ちてくるぞ。こんにちは。はい。そうですね。どうでしょう。ありがとうございます。おい、どうしよう。いいよ。はいはい。どうじゃ。はい。よかろう。はい。Thank you.
亀仙人様のとこに行ってみようかな。よかろ。またな。よかろ。またな。
んちゃん、帰っただか。ごはんちゃん、帰っただか。まだ納得。ごはんちゃん、帰っただか。やっと落ち着いて勉強してくれるだか。わ、いつかが…そうか。セルとの戦いからおよそ7年が過ぎた。この静かな事実はそうではないのだ。町の名が孫悟飯は16歳になっていた。住んでいるそれだけでサタンシティで、そんな時圧倒的、そして強盗を退治、人々はまたき、あれから7年、高校生の悟飯は正義の味方。時間取られちゃったな。急いで学校に行こう。あー、もう学校に遅れちゃうよ。急がなきゃ。とうとう、これは。編入してきたごはんくんだっけ。あたしイレーザ、よろしくね。ついでにこっちの子はビーデル。驚くわよ、ビーデルの。え、ほら、そうだ、銀行ご金色の選手。ああ、ほら、やっぱこの子強い。そ、あなた、正体そいつがこの後ベー、そいつが最も適当に。母さん、やっぱ難しい。俺の剛速球で脅してやるか。やりすぎないようにしなきゃ。一発も打たせやしないぜ。お前、俺の弾を。まぐれです。そう、それでもいい。後で早速。怪しい。ブルマさんに相談しなきゃ。ブルマさん、相談に乗ってくれるかな。
やあ。こんにちは。あら、はい、あるわよ、いいわよ。あの、トラン、もう少し待っててね。重力室か、どこだったかな。ごはんさん、いつ来た、うん、パパに、写真、こんにちは、お邪魔、体がなま、ああ、貴様、ありがとうございます。僕じゃあ、ひとこ、はい、ふにこの悟空にそっくりな悟空が、あのセルとの戦いの前に残していった、サイヤマンの、ついでに、大したことなさそうだな。寄り道してたら学校に遅れちゃうな。こっちじゃなかったな。やっぱり飛んでいくと楽だな。お、これはすごくいいリンゴだぞ。
したことなさそうだな。街は平和かな。ん？なんだ？まだやる気なの？当たり前だ。ここからが本番だぞ。へえ、驚いた。本当に結構強いや。ミスターサタンより強いんじゃないかな。さあ立ちなさいよ、まだやるんでしょ。くそー、ちな、なら、なんだてめえは。私は、悪は絶対許せない、正義の味方。グレートサイヤマンだ。あっちで決まった。昨夜2時間も練習したもんね。かっこ悪い。抵抗しても無駄だぞ。さあビーデルさん、こいつらを捕まえましょう。私の名前を知ってる、やっぱり。こんなみっともない奴に捕まってたまるか。ねえ、ちくしょう、蜂の巣にしてやる。そうだ、やっちまおう。愚か者め、正義を倒せるものか。化け物だ。こいつ、ここに私強い。でも、そいや、え、やっ、な、怖い。それ、なんでわざわざそんなおかしな格好したのよ。いえ、その、仲間のみんなが普通に暮らしたいなら、強いってことをバレちゃいけないって、だから。あの、このことはみんなにはぜひ内緒に。ねえ、1ヶ月後の天下一武道会、あんたも出るんでしょ。え、天下一武道会知らないの？格闘技のチャンピオンを決める大会で久しぶりに復活するのよ。私のパパが全大会のチャンピオンで、その前が顔は知らないけど孫悟空っていう謎の男。へえ。あんたと同じ名字よね。今時珍しいわね、名字と名前と分かれてるのは。私、その孫悟空っていう男は多分あんたのパパだと思うの。どう？いろいろ鋭いな、この子。やっぱりね。で、どうするの？もちろん出るんでしょ、天下一武道会。いや、僕は遠慮しておくよ。そういうのあまり興味ないし。出なきゃバラすわよ、みんなに。孫悟飯くんがグレートサイヤマンの正体だって。え？そんなの。いいじゃないの、グレートサイヤマンで出場すればわかんないんだし。わかりました。出場しますよ。やった、決まり。みんな弱そうだから
張り合いのある相手が欲しかったのよ。参ったな、おかしなことになっちゃった。ほら、そろそろ学校に着くわよ。ねえ、今度空の飛び方。あ、それじゃ。しかし、サク。天下一武道会か。確か、でも、ブルマさんの。お、すっごいパワーだ。大きいな、石の都は。よし、そろそろだな。あれ、あの人は確かランチ。なんで、どうしたんです。あ、え、どうした。いろいろところで、今ちょうど。そうなん、それ、え、さ、まあ、ちょうど、実はその、そ、はい、わかりました。さ、それじゃ、天心庵さん、ランチさんに畑を頼んで修行の旅に出たって言ってたけど、二人は知り合いだったんだな。天心庵さん、そういえばランチさんってくしゃみでちょっと怖い人に変身しちゃうんだ。置いてきちゃったけど大丈夫かな。大したことなさそうだな。こいつはちょっと強そうだぞ。化け物がまた来たぞ。助けて。化け物め、どこだ。やつは確か土に植えた種から出てくる化け物だ。間違いない。ワクワクワク。
これで全部倒したな。なんバケロ、何そっち、僕、ちょっあら、まあ、よろしく、それ、あら、いやー、やさお水さん、はい、そろそろ、ブルマさんも戻ってきてるかな。カプセルコーポレーションに行ってみよう。大きいな、石の都は。ブルマさん、いるかな。おう、そう、うん、いるよ。ミス、ミス、格闘の、え、でも、どうぞ、いや、展開だから、うん、よう、だって、おぉ、なるほど、でも、そい、その、え、あの時は王貴様が変、あ、そう、あんたの音、すごいや、音、空も出る、音、音、そうだ、久しぶりだな、今、あの、お元気でした、お、あ、死んでるけど、本当に、ご飯も無事、やっぱ、楽しく、空もだ、じゃあ、みんな、よかった、はい、いい、無事、き、
まずはクリリンさんのところだな。カメハウスにいるといいけど。悟空も天界出場、どれ、優勝が出場しろ。そうだな。そうだよマーロン、頑張ってたくさんお金をもらってくるからね。はーい、パパママ頑張ってね。クリリンさんには止められたけど、ピッコロさんにも教えないと。神様、クロさんも出てくれるかな。デンデはどうだろう。
コロさんたち何してるかな。そうかでしょ。よし、いや僕はところ、いやそれじゃ、ああそれで、Tell me that you love me, even if it's fake.